はーい、どむらいです。今回ですね、こちらの最強の親父ギルダーツの装備魔法の方を最大まで強化してみたという動画を撮っていこうと思います。いやね、以前ね、種食いは終わってるんですけど、4突できないっていう話をして、それでもいいのであれば、強化したステータスを見せていこうっていうことを言っていたんですけど、それでね、コメントの方で、それでもいいですよっていうコメントがありましたので、今回から、結構ね、種食い終わってるキャラはいますので、一人一人、強化して、動画にしていこうかなと思っております。ということで、まず最初は、こちらのギルダーツの方を、強化していくんですけど、一応ね、今ね、ラクリマもセカンドオリジンも解放してない状態で、親密度マックスの状態で、1突ですね。で、ステータスがこのような感じになっております。多分4突までしたら素早さは175ぐらいですかね。で、攻撃力も1万3000とか、で、防御力も7000ぐらいまでは上がるかなと。で、HP も2万ぐらいですかね。とりあえず予定っていうかね、予想なんですけど、そんな感じですかね。ということで、とりあえず装備魔法の方をつけてみたいと思います。はい、ということで、装備魔法をつけたんですけど、装備効果で攻撃力と防御力ですね、上がるのが。で、レベル0の状態で攻撃力が1万9000近くですね。なので6000ぐらい上がってますかね。で、防御力も2000ちょいですかね。はい。なので結構な火力と、耐久力を、上げてくれるということで、結構強いですよね、やっぱこの装備魔法。魔法自体の効果も強いんですけど。ということでね、こちらの装填を、最大まで強化していこうと思います。では、強化していきます。はい、ということで、ね、装填の方、最大レベルまで上げてきました。それで見たステータスなんですけど、HP とか素早さは装備値効果に入ってないので、上がってないんですけど、攻撃力の方が、4000ほど上がっております。4300ぐらいかな。で、防御力も1000とか2000ぐらい、上がっているということで、かなりこの一つのね、魔法だけでも、かなりの攻撃力を上げることができましたね。あとこれを4突にさせれば、2万4000とか、そこら辺までいくかなと思ってます。ということでね、そんな方までつけたんで、もうこれ1個しか持ってないのよ。これしか持ってないのよ。他にももう1体ね、ソーサラーチケットガチャでゲットできたギルダッツの方がいるんですけど、その魔法もね、レベルがまだ上がってないので、とりあえずつけないでいるんですけど、ここからとりあえずセカンドオリジンを、解放して、どれぐらい上がるかっていうのを見ていきましょう。じゃあ行きます。はい、ということで、いつものごとく、最大まで上げることができないと。いや、本当に足りないですね。前結構チケットガチャを回してゲットしたはずなんですけど、やっぱりなかなか、3、レベル3のね、HP とか攻撃力のレベル3のやつとかが集まってなくてですね、ここまでしか上げれないということで、で、一応上昇値で見れるんですけど、いつもはね、とりあえず14まで上げてるのかな？あ、違う、13まで上げてるんだ。13まで上げると、ラクリマのコストがプラス5されるので、とりあえず13まで上げてたんですけど、このままいくと、全体的に、攻撃力100とか、防御力100、で、素早さも1上がったり、かな？で、HP も600上がると考えると、一応、13まで上げると、7800、で、1300、1313という感じのステータスになります。こんな感じですね。HP も、さっきは1万9000ぐらいだったんですけど、2万6000と。で、素早さも178。で、攻撃力が2万4000と。多分4突にすれば2万5000ぐらいまでいけますね。で、防御力も1万2000と。かなり上がっているという感じでございます。やはりやっぱギルダーツは、そうですね、素早さ上がる魔法をまだ持ってないので、素早さはかなり低めっていう感じですよね。でも、その自分がゲットしたもう1体のギルダーツいるんですけど、そのギルダーツは素早さ大幅アップが装備時の効果についてますので、それと組み合わせると、250ぐらいまでは頑張れば上がるのかなと。
最大まで上げてね、4凸と、レベル最大まで上げればどうにか250ぐらいまで上がるかなと思います。まあ、なので完全にギルダーツは火力重視のキャラになってますので、まあギルダーツを守りつつ、ギルダーツで攻撃していくっていう戦法になるんですかね。まあでも防御力高めなので結構耐えてくれそうな感じありますよね。まああとは最後にちょっとラクリマの方をつけてみようかなと思います。はい、ということでね、とりあえずラクリマの方をつけたんですけど、まあ結構ね、攻撃力重視で上げました。あとスペースもかなり上がってますね。で HP もそこそこ上がってるって感じですよね。で一応装備魔法の方が無属性の、魔法でしたので、一応無ダメージを、上げるような、一応ラクリマにしております。まああとクリティカルとかも上げた感じですかね。でまあ一応ステータスを見てみましょう。こんな感じですね、HP が 42,000 で攻撃力がまあ約 18,000 で防御力が 14,000 で素早さが220という感じですね。やっぱり火力がかなり高めということで、ゼレフとかね、シンダとか、まあ、そういうキャラは3つの魔法をがっつりつけての、まあ2万3万5000とか、3万6000ぐらいの、攻撃力なんですけど、1つの魔法でここまで上がるって考えると、まあ、他にもギルダーツ強いキャラいるので、まあ、そういうキャラとかと組み合わせると下手したら4万とか下手したら4万とか、攻撃力いきそうな感じはありますよね。あとセカンドオリジンとかも解放すればいくと思うので、まあ今後はねちょっと、まあ、ギルダーツ新規が来た時は少し、まあ、迷って引くかもしれないですね。まあ今後こういうギルダーツとかも使っていきたいですし、まあ無属性のキャラはあまり持ってない、持ってはいるんですけど、やっぱその最大まで上げてないっていうキャラが多いので、まあそうですね、このギルダーツを中心にちょっと無属性パみたいなのを作っていきたいなとは思っております。まあ、ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。